はい、おはようございます。マスカルでございます。本日はですね、スパゲッティのパンチョさんにお邪魔しておりまして、チャレンジメニューに挑戦しに来ました。というのも、先日ね、デカ盛りハンターというテレビ番組の方で、チャレンジメニュー紹介されまして、今回ね、新チャレンジとして登場したのが、デカ盛りビッグ3スパゲッティというメニューとなっております。こちらのメニューですね、まず麺だけで総量 1.8 キロ、具材込みで 4.5 キロのチャレンジメニューとなっておりまして、制限時間が60分。完食すると、完食者限定のオリジナルタオルと、3ヶ月使える完食者限定トッピング定期券。で、失敗すると8000円のお支払いとなりまして、こちらのメニュー、一度につき、ね、4名様まで、チャレンジが可能だそうです。で、まあ、以前からね、お話ししているように、チャレンジ強化月間といいますか、本気月間ですので、今回もね、まあ、4.5 キロとそんなに厳しい量ではないと思うんですけれども、全力でね、挑んでいきたいと思います。はい。はい、じゃあすみません、いただきます。いただきます。いただきます。よっ、ちょっと箸で。
ました。はい、ありがとうございます。はい、うわ、お腹いっぱい。はい、ということで、最後ね、チャレンジの方が終了いたしまして、もう正直ね、このタイムが早いのか、遅いのか、ちょっとわからないんですけど、今の僕なりにはね、まあ、本気を出してね、挑んだつもりではありますので、制限時間のね、半分も消えたし、いいかなと思います。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。